オーギュストペレによって再建された都市、ルワーブル。オーギュストペレによって再建された都市ルアーブルオギュストペレによって再建された都市ルアーブルオギュストペレによって再建された都市ルアーブルは、北フランスの港湾都市ルアーブルの中心街を指す、ユネスコ世界遺産としての登録名。第二次世界大戦後に行われた大規模な都市再建が20世紀における都市計画の優れた例章として評価された。 第二次世界大戦が始まると、ルアーブル港は、イギリス軍の補給基地として利用されたが、1940年6月から、始まったドイツ軍による侵攻によって、イギリス軍は撤退した。そしてフランス降伏の後、町は、大英攻撃、アシカ作戦を準備していたドイツ軍に占領された。1944年9月5日から6日にかけて、戦時中の最も過熱な爆撃が、 イギリス空軍によって遂行された。これは占領中のドイツ軍を弱体化させ、3ヶ月前にノルマンディに上陸していた連合国軍の補給を姿にすることが目的で、中心市街と港を攻撃の対象としていたタブララサ作戦。都市は1944年9月まで休みなく、続いた爆撃にさらされ、死者5000人、家屋の破壊12,500個。 家を失った者8万人の被害を出した。中心市街は廃墟となり、連合国軍によって解放された時には、ルアーブルはヨーロッパの都市の中で最大級の惨状を呈した都市の一つであった。今日、連合軍のこの作戦の軍事的な利点は再び問い直されている。ルアーブルにとっての解放は非常に苦いものであり、住民たちの記憶に強く刻印されることとなった。 1945年春に都市再建省はルアーブル中心市街の再建をオーギュスト・ペレの工房に委託した。ペレは古い建物が何もないまっさらな状態を作り、そこに新都市建造のための古典主義的処理論を適用したいと考えていたところだった。この再建の資材として考慮されていたものはコンクリートだった。 1945年から1964年にかけての再建は、その再建範囲の広さ、ペレ工房の理論的統一性、一連の都市計画、プレハブ工法の適用などによって、再建された都市の中でも得意な歴史を体現するものでった。同時に、建築士と都市史において、20世紀の最も顕著な霊障と言えるのである。中心街の計画は、 直行を基軸とするものである。横に走る街路は、幾何学的に配置され、街は五番目状になっている。こうした、規則性は、古代エジプトのアレクサンドリアやポンペイ情防性都市など、古代の都市の多くで見られたものである。日本の北海道や、北アメリカの都市にも、マンハッタンやサンフランシスコの中心業務地区などに見る、ことができる。しかし、 五番目上の地形図はいくつかの理由からこの都市の外区に厳格には適用されなかった。中心街の西を斜めに走り三角形を形成しているフランソは一世用通りもその一例である。また、戦火を免れた歴史的建造物類も五番目上の区画を妨げる一因となった。そうした例外はあるものの都市計画の観点ではルアーブルの五番目上計画は 都市空間を厳格に組織し、風通しの良い直線的な街路に、整然と住宅のファサードを並べることを可能にした。五番目の横の長さは6.24メートルを基準としてその整数倍とされており、これは当時のコンクリートの量の長さにとって最適な範囲が期とされたものである。こうした抜本的な都市計画の実現は、度重なる爆撃によって、 中心市街の多くがさらちと化したことで可能になった。中心街のかつての姿は今日では見る影もない。現在の主要幹線道路は次の3つである。オーギュスト・ペレは禁質化した住居もデザインした。ルアーブルの世界遺産への登録は平坦なものではなかった。オーギュスト・ペレの作品は評価の一方で批判にもさらされており、またユネスコは、 現代の景観を登録することがほとんどないというが、ネックと考えられた。しかし、いくつかの点から登録基準は満たしていると判断され、まずはフランスの暫定リストに加えられ、他のリスト登録物件、セベンヌ国立公園、ジロンド菓子、ニューカレドニアの証拠などと共に審議対象となった。ユネスコはルアーブルの再建された中心街が持つ、 コンクリート建築としての革新性や可能性を示したことを評価し、2005年7月15日に中心街の133ヘクタールを戦後都市計画の優れた例上とし、世界遺産に登録した。産業遺産、文化的、景観、20世紀建築などの登録を推進して、いくとするグローバルストラテジーの採択以降、 現代建築の登録もしばしば見られるようになったが、20世紀都市景観が世界遺産に登録されたのはヨーロッパではあまりないことである。登録直後の2005年7月18日には視聴者広場で登録を祝う大規模な集会が開かれた。また、それ以降、ペレの建築のオリジナルの姿が尊重されるようになり、当時の色使いや材質で維持されねばならないことになった。 また、視聴者は隣接する1950年代当時を再現する博物館を建てた。ルアーブル市では、この登録によって観光客、特に外国人の増加を見込んで、海水浴場やカジノを新設するなど、観光業に力が入れられている。この記事の初版はフランス語版、ウィキペディアの記事が元になっている。以下の4件の参考文献は、 オリジナルの記事に掲げられていたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。